皆さんこんにちは。ただいまから第39回 TPP を慎重に考える会の勉強会を始めさせていただきたいと思います。今日は金曜日の午後ということで、議員の参加が少し少ないか大変残念でありますが、開催をさせていただきたいと思います。今日はアクタの問題で、弁護士であり日本大学芸術学部教授の福井先生のご講演をいただきたいと思います。その後、省庁ヒアリングを行います。でまた室温がですね、これ西日が当たっているというのか、ちょっと室温が高くて本当に恐縮でありますが、参議院では28度ということが決まっているようでありまして、大変恐縮でありますが、上着取って、ご直行いただきたいと思います。それではまず山田会長からご挨拶をいただきたいと思います。我々何にも分からないままに参議院を全会一致で悪党の法案が、反対か反対もあった中でで今また衆議院に回ってきてるんですが、今日はやっぱり衆議院で通過した総員参議院で、私は差し替えで、昨日ギリギリやったんだけど、やっぱりそうなってしまってですね、大変残念ですが、どういうものかということの勉強会を、前から聞かせてたんですが、先週できなくて今週になってしまいました。先生には大変貴重なご時間をありがとうございます。採決に間に合うように勉強がやりたかったんですが、結局こういうことになってしまいました。申し訳ありませんが、これからもこれがどういうことを意味するのかということはしっかり勉強させていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは福井先生から25分、短い時間で恐縮でありますが、ご講演をいただきたいと思います。よろしくお願いします。福井でございます。お招きいただきましてどうもありがとうございます。それじゃあ早速ですね、上着を脱がさせていただきましてお話をさせていただきたいと思います。座ってお話しさせていただいてよろしいでしょうか。はい、では盛り上がってきたら立ち上がるかもしれませんけれども、座ってお話をさせていただきます。早速ですね、題の方ですけれども、アクタだけではなくて、TPP の知的財産権に与える影響、あるいはデジタル社会に与える影響という形にしました。先に結論から申し上げると、知的財産あるいはデジタル社会に与えるインパクトからすると、アクタよりも TPP の方が、数段あるいは数十倍上であります。よって、今回のアクタのこと、これが TPP についての議論が盛り上がる一つのきっかけになるかなと、それもまた一つ意味があるのかもしれないなと、思いながら、お話をさせていただきます。まず、アクタについてのご紹介から、パワポの資料の方をしていただきます。一番上ですね。1枚進めていただきまして、アクタです。いろんな名前で呼ばれておりますが、例えば偽造品取引防止協定、この名前自体はあんまり正確に内容を示していないという意見もあるようでありますけれども、英文名称を訳すと、確かにこんなところかなというところです。提案国は日本でありますね。内容、秘密協議がされておりましたけれども、2008年5月、ウィキリークスですね、アサンジ容疑者の有名なウィキリークスで、最初の条文の流出が起きました。で以後何度か、条文の流出が起きまして、かなり世界的には、この時点で、議論をされておりますね。ネットの自由という言葉がこの後何回か出てくるかもしれませんが、ネットの自由あるいは情報社会の自由に対するインパクト、ネガティブなインパクトを危惧するような意見が、かなり出てきた、そんなところですね。ヨーロッパはもともと交渉の中でもアクタの内容を強くすることには反対だったようでありまして、その意見もあって、内容は随分改定が加えられました。権利者団体曰くこの過程でアクタは骨抜きになったと。